言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。8月の31日になりましたけれども、まあ最近ねなかなか語れておりませんでしたが、ザ・ファーストの系譜ということで、俊介くんと小沢くんに関する話もしますね。でそれと同時にちょうどね天くんですね、やはりザ・ファーストの系譜ということになりますが、実は大久保とわくんの方も面白げなことを今やっているんですけど、さすがにいろいろ語りすぎちゃうんで、まあ今回は合宿まで行った俊介くん、直樹くん、天くんの話っていうことでさせてもらいますし、そろそろねサブチャンネルの方も行きたいし、ちょっとねとわくん関連結構おもろいので、サブチャンでとわくん結構追ってく感じやってもいいのかなって思い始めてるんですよね、実は。あとカジ君たちもいい感じの動きをちょっとしてるんで、その辺も含めてですかね、やっぱどうしてもザスト関連の人たち追っていきたくなるね。あとはあれですね、ミッションミッションの小原浩平君とかも動きがあればもうその都度紹介できればとか思ってますが、あれなのかな、結構オーディション参加者のことをサブチャンでやればいいのかなって気が最近してるんですけどね、まあ、今回はねメインチャンネルでやりますがっていう感じです。まあでもあれだな、天くん、俊介くん、直樹くんはメインチャンネルだな、うん、っていう感じですけどね。はい、というわけで前置きちょっと長くなっちゃいましたけど、まずねこれですよ、まあ、これは最近私も定期的に追わせてもらってますが、バンガーボーイズオーディションですね、大山天くんと西川くんが参加をしているオーディションありますが、 TikTok の方で上がってるやつね、合宿が終わったという感じの話で以前させてもらいましたが、ですね9月1日ついに合格メンバーを公開ってことなんですよ。いやそうなんですよ、もうね合格メンバーを公開っていう風にね今書いてある、うん、9月1日っすよ、明日じゃねえかっつってなまあまあまあでもそういう形ですよ。うん、でそれに関することで TikTok がまた2つ上がってましてね、まあ9月1日ついに公開っていうやつと、それから合宿最後の日の様子ですね、みんなで雑巾がけをしたりとか、あそうだ TikTok 皆さんで見てください、堀の屋さんなんでね、なんか本当に懐かしい感じもするですよ、うん、いいですよね本当にねっていう形でございます。なんかちょっと思ったんですけど、ランくん、ゲームマーティンのランくんいるじゃないですか、ランくんもザストに参加して、でミッションミッションも参加したわけで、でテンくんはザストとバンガーボーイズ参加したわけで、やっぱランくんとテンくん、まあなんだろう、ダンサー出身ってところもあって共通点も多いし、あと合宿とかでの絡みっていうのも多かったのもあるけど、ちょっと共通点ありますよね。ああそう、まあランレイ10ありますからね、うん、そんなこともありますよ。はいはい、ちょっと話をね、ちょっと涙が出そうになるんでね、いろいろ話をすると、うんっていう感じですよ。でまあとにかく、まあ TikTok2 つ上げときますんで、9月1日何時頃になるのか分かりませんけれども、とにかく、うん、まあついにデビューメンバー合格メンバー公開なのだそうですよ。いやどうなんでしょうね。であとはその最後の審査のやつとか、例えば今後 YouTube とかで上がったりするのかな、それとも TikTok だけでやるのかなとか、でも審査のやつとかは YouTube 上げても良さそうな感じしますし、さすがに撮ってるでしょうからね、うんっていうのはあるんですけどね、まあもろもろちょっと楽しみですね。はい、そうで、バンガーボーイズのプロデューサー田村俊也さんの話を、職場に実はダイスのですね、ファンの女の子がおりまして話をしたんですよ、知らなかったみたいなんで。でその時に私はダイスと田村さんの関係性とかもともとそんなには知らなかったので、まあ大山天くんが出てるって話をその子にした上で、プロデューサーがなんか知ってるか分かんないけど田村俊也さんって人がって話したら、あって言われて、あ知ってるって言って、ティムラさんですねっていう話で、なんてもともとティムラさんって名前で本名明かしてなかったらしいですね。でもティムラって言ったら大体田村だろうって話で、その時もあったらしいですけど、まあだからそういう感じであったので、ダイスファンの人もちょっと注目していただける感じかもしれません。やっぱりもうなんていうか名物プロデューサーではあるようですねっていう感じのことを思いました。はい、うん、まあ天くんね残ってくれればいいんだけど、結構そわそわしますね、うん、まあ天くんの西川くんだな。そうやっぱザストの系譜、まあ、今回の動画のタイトルとかにもザストの系譜とかザ・ファーストの系譜って書くと思うけど、うん、まあまあまあ私たちとしてはやっぱりねザ・ファーストの系譜ですからね、うん、
ご本人たちの今 の考えてることがどんな感じかわかんないですけども、紹介するときにもやっぱりザストの名前出すと伝わりやすいですから、伝える側の人間としてはそれをやるっていうことになるわけです。うん、まあまあね、いやドキドキしますねうん、はい。ニジプロ2あんまりちゃんとリアタイで追ってなくて、バンガーボーイズで追う感じになるとは思ってなかったね。まあそのバンガーボーイズのことも最初知らなかったけどさ。はい。そしてですね、俊介くんと直樹くんの話もするっていう話にしましたが、まあちなみに俊介くんは今キアベラっていうアーティスト名でやっておりまして、直樹くんは本名の小沢直樹っていう名前でやってますよね。でその話もちょっとしようかなっていう感じなんですけど、あのね、まず俊介くんなんですけれどもね、あれなんですよ、ライブがありまして、9月9日のライブで、あれですね、ネクストアップというイベントになるようで、9月9日17時30分オープン、18時スタートという形で、これはもうチケットを取りました。はい、なので行ってきますね。うん。で、アドリフトでいいのかな、下北沢でしたね。はい、おしゃれな街でございます。サブカルチャーの街でもあるけど、まあ元々の雑多な感じの下北沢が結構好きでしたが、今駅の周りとかも整備されて、そうですね、そういう感じになってますがね、まあそういうこともあります。まあ時代の移り変わりとか老朽化とかもあるから仕方がないとは言ったものの、昭和とか平成初期のものがどんどんなくなって、まあ寂しい気もちょっとする感じではあります。はい、で下北沢アドリフトで、ライブがあるのでこちら行ってくる予定です。でこれに関してキアベラ、つまり俊介くんの方もツイッターをね上げておりまして、9月9日僕にとって皆様に最高の提示ができる対バンだと思っておりますので、マジで遊びに来てくださいっていう感じでございます。でビバオーラさんかな、であとヤモリさんっていう方、3名でライブをするということです。でビバオラさん、ヤモリさんでよろしかったかな。この方たちもSpotify 見たんですけど、結構普通に再生数とかもされてる方々で、結構いい経験に俊介くんもなるんじゃないかなっていう、まあ関係性はちょっとわかんないんですけど、そうですね、行ってきますよ。はい、楽しみでございます。キアベラ俊介くんのツイッター貼っておきますんで、概要欄そちらもぜひ参考にしてください。もちろん先ほどの大山天くんのオーディションの出てるオーディションの TikTok も貼っておきます。で直樹くんですね、直樹くんの話があるんですけど、TikTok で翔太くん、アイルザ翔太くんの楽曲、これは MLND かな、これを使ってガンミさんとの曲か、これを使って、うん、踊ってくれているのがあって、すごく気に入ってくれているようですっていう形、届けマイプロみたいな感じで、最近永遠の脳内再生みたいな感じで、はい、こうして場所は変わってもつながっているというのが非常に嬉しいなって思います。あと直樹くんのイマジネーションのリリックビデオが公開されておりまして、そちらも貼っておきます。いい曲です、本当に。うん。で、あとちょっと前のやつなんですけど、俊介くんと一緒に TikTok 映っているやつ、撮ったやつがあって、後ろに他にも何名がいらっしゃいますけど、それもちょっと上げておきます。これは結構前の TikTok ですっていう感じですね。そう、なんかなんやかんやで直樹くんと俊介くんは対バンを何回かしているところもあったりするんで、そう、このね6月にやってたライブも本当は行きたかったんですけど、ちょっと休みが取れておらず、というか取れなかったもんで行けなかったんで、今回はね行ってきますよね。うん、っていう感じでございまして、なんかもろもろみんな活動をねしているところでもあるので、そうですね、本当に頑張ってほしいと思ってるし、あとこの俊介くんと、キアベラと小沢直樹くんの楽曲もやっぱり普通に聴いてますけど、グランパンパースはもともとね、BE:FIRSTだけでもなく、マーゼルだけでもなく、音楽がもともと好きな人間でもあるので、まあ言うて素人のただの音楽好きではありますけど、結構ね、いろんなのを聴いてるんですけど、やっぱ普通に Spotify で直樹くんの楽曲も俊介くんの楽曲も Spotify で普通にこうループで流して、全然違和感がない感じで、いい曲なので、皆さんもぜひ聴いてみてはいかがかなと思ってます。 YouTube とかね、サブスクで今簡単に聴けたりしますからね、っていう風に考えております。はい、まあそういう形でもろもろ語らせていただきましたけれども、まあそうですね、まあ
天くんが、そして西川くんが残っているかどうかっていう話も含めて、まあザストの系譜といいますか、ザファーストの皆さんの系譜という形で語らせてもらいました。まあね、翔太くんも間接的に出たし、 BE:FIRST の名前もマーデルの名前もね、ランクの名前も出たけどね、まあすごいっすよ。改めてあのオーディションはすごかった。で、そこの意思っていうのはみんなついてくれていると思っていますからね、っていう風に考えておりますね。そうだな、うん、そう、これそうだ、こうやって急にあの物思いにふける感じにどうしてもなりますよね。皆さんもなるんじゃないかな、雑草のいろんなとこ思い出したりなんかしてさ。はい、そんな感じでした。はい、はい、では私はいろんな動画を撮ってますので、タイトル、サムネイルで興味あるものございましたらぜひご覧ください。そしてすぐに情報が入りますようにチャンネルの登録をお勧めいたします。それでは失礼します。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部、クランパンパースでした。